さあこんにちは、山口です。今回ですね、夕張山地の、足別滝に、今来ております。時刻は6時20分ぐらいですね。今こちら、山辺太陽の里という、キャンプ場に来ております。ここからですね、まず旧道コースというところですね。そこから登り始めて、最後、下りは、新道コースで帰ってきたいと思います。まあ北海道のマッターホルンと言われている、まあ、山なんでなかなか険しいんですけども、ちょっと午後からもちょっと雨予報なのでテキパキと動いて帰ってきたいと思います。では行ってきます。これに変えました。さあ今ね、夕暮れ、旧道のコースの登山口に来ました。ここからね、柵、ちょっとくぐり抜けて今から向かっていきたいと思います。この柵ね、ここの柵ちょっとちゃんとほどいて閉めるって感じですね。ちょっと適当にやるんで最初歩き始めて、15分ぐらいですかね、経ったところですけど、まあそんなあの平らな道が続いてる感じですね。初めの 2,3 キロぐらいはこんな感じで、ずっと橋がなんかやぶに包まれてて、はい、で真ん中はちゃんとね刈り取られててしっかりしてるんで、まあ歩きやすくて、まあ、ちょっとウペペ山系とかニペソツ山とかの東大雪の初めのこう方がこう平らっていう感じなのは似てますね。で結構鹿が今日鳴いていて、うん、まあ、鹿がいるってことは熊がいることなんですけど、キャンプ場にもね、あの熊の糞が見つかったって言って気をつけてくださいって看板もあったんで、結構鈴めちゃめちゃ鳴らしていきたいと思います。なんで、あ、で今ねこういうねちょっと来てるんですけど、登山道入ってきてなかなか細いですね道が、結構足別だけ急っすね。急だしちょっと足場が細いのかな、結構、ああこれちょっとずれたら
落ちちゃうなっていうところ結構多いです。こんな感じで、まあそれなりに今はちゃんと整備された感じで、ちゃんと矢印も多いですね。等間隔にちゃんとテープとかも貼ってあるんで、こうやってね、わりかし登山道はちゃんとはっきりしてますね。ただちょっと危ない箇所は結構あります。はい、道はね、ピンクテープとか矢印も時々書いてあるんで、だいぶ行きやすいですね。登山道は歩きやすいですけど、やっぱ登山届けのやつ見たら5日前とかね、最後があんま人入ってないみたいなんで、やっぱ道がね、なんか登山道っぽくないっていうかね、踏み鳴らした感が全然ないですね。落ち葉が新しいというかね。なんか崖みたいなとこなんですよね、ずっとね。崖沿いをこうね、歩いてるんですけど、足の踏み場はちょっとね、狭いんで、しかもなおかつ落ち葉があって、こう踏み場がちょっと不明瞭で、結構さっきも足ちょっと滑らせちゃって、ちょっと気をつけないといけないところですよね、ここ。思ったよりなかなか足別時弓道コース険しいですね。なんか本当に手つかずのね、山に来てるって感じで、なかなか登山道とは言い難いかな。これどうなんだ、ちょっと日高っぽい部分もあるのかな。で、今からここね、丸太ちょっと今から渡っていきたいと思います。この丸太ちょっとハリーポッターの杖みたいで、なんていうんですか、こうねじ曲がってるんで、結構不安定な部分があって危ないですね。これ結構ヒヤヒヤもんですね。でもここからこのまままっすぐ川沿いを歩いていく感じで、今ね丸太渡ったところですけど、この丸太ダミーでした。違います、ここじゃなくて、渡るんじゃなくてそのまままっすぐでした。危ないですね。やべえ、結構急ねこれ。よし、いけるか。
大丈夫。結構危ない。ちょっと、もう少しで、そうですね、1時間ぐらいのところ、今川沿いずっと歩いてるんですけど、めっちゃちょっと熊の匂いがして、今めっちゃ鈴鳴らしてます。こうやって、結構熊の匂いですね、これ。鹿ではないと思う。ものすごい臭い。ガンガン鳴らしてこう。一応ピンクテープはねあるんですけど、なかなかワイルドで、かなり、あんま人も入ってこないのかな、この辺は。最近はなんかちょっともうあんま人入ってない感があって、でちょっとヒグマの匂いも時々するんで、結構緊張感はありますね。ここ一人だとよっとあれだけど、今ねちょっと登山校で一緒になった人とペースが一緒なんで前後してるんですけど、結構一人だとこれはちょっとプレッシャーかもね。ほんと崖ですねこれ。足場踏み場が全くない。これほぼ崖。はい、次は三段の滝ってとこ来ました。多分こっからもうここまでが平、ずっと平らで、こっからずっと上がっていく感じだと思います。急に1700ですかね、標高今 500m ぐらいなんで、一気に多分 1000m 上がります。よし、登るぞー。結構あれだね、アスレチック系が多い。ロープも多分10本ぐらい来たかな、今10本目ぐらい。これはしごは初めてだけど、本当になんか登山してるって感じみたい。よし、登った。こんな感じであれね、登ってきて結構急だな、ここから。はい、今ね標高 600m ぐらいのところに来ていまして、ここね、夕暮れ小屋との分岐に来てます。なんかあんのかな、夕暮れ小屋って。まだ小屋がありそうに全然見えないんだけど、ここから先見た感じ。でもなんか分岐になってるんであるのかな。さあまた1200かな。結構思ったよりもなんかこう急ですね、ここ。これかなと思ってみんな偽ピークだと勘違いするみたいですね。これがおそらくここからまだどんどん上がってって、でこっち稜線上がってってもっと奥にあると思うんですね。はい、まだまだですね。まあでも全然大丈夫ですね、体力的には。天気はちょっとね午後から荒れるんで、まあ、ちょっとそれに間に合うようにちょっと行きたいっていうところですよね。クマは今のところ発見してません。はい、今芦別岳のもう少しね上がっていったら見えてくると思うんですけど、これ多分おそらく夫婦岩ですね。はい、でこのままここ上がっていくわけですけど、さっきね一緒にね登山校から一緒に来てた方がですね、ちょっともう足が痛いということで、おそらくもう下山されました。はい、とりあえず僕がもうおそらく一人ですね、このもしかしたらこの山、振動コースからも今日朝いなかったんで人が、おそらく一人の可能性高いです。
とりあえず早く帰りたいって思いですね。はい、めちゃビビってます。こんなとこ9度コース一人で歩いててちょっと心寂しいですね。ちょっと心配ですから、ちょっと早歩きでも帰りたいと思います。午後からも雨だし。これ今ね、あの崖みたいなとこ来てるんですけど、すごい崩落ですね。これだいぶなんか利尻山みたいにあの崩壊してますね。これ崩落、うん、削れちゃってる。もともとは土の性質かもしれないけど、やっぱり植物は腐ってないかも。いや、こんなところ一人で歩くの怖すぎるよ。このほら、いかにもヒグマ出そうなこのエリアね。このヤブ、ここ一人は嫌だね、本当に。めっちゃヤブがあって、これめっちゃクマいっすよ。おえさあ、ちょっとねガスってきました。ただまあもう少しでね芦別岳も見えてくるだろうと。今ね、夫婦岩隣にあって、こっちの方もね夕張山地は連なってるんですけど、今ここを上がったらどうやら見えるかなって感じです。かなり急でね、で人もいないし、やぶこぎみたいなのずっとあって、なかなかこう不気味感があってね、ガスってるしちょっとあるんですけど、もう鈴ガンガン鳴らして今進んでます。あともうちょいかな。怖いねこのルート、めっちゃ出そうなんだけど、このガスってるしね、出そうで怖いよマジで。今芦別岳行ってきました。ですね、ガスってますけど、あと1時間半くらいガスってきて、あと風がすごいですね。寒いっす、めっちゃ。ちょっともう強いのと、もう風、ちょっと腰が取れそうなぐらい風吹いてます。でもガス、めっちゃガスってますよ、本当にこれ。はい、今ね、芦別岳着きました。ちょっとね、頂上があんまりにも風が強すぎて音が入んないんで、ちょっと下で降りて今撮ってます。
今日ねものすごい風が吹いてます。まあ10メーター行くか行かないかぐらいかな。ちょっともう帽子は普通に飛びそうなんで、そのぐらい風強いです。で雨もねちょっと若干こうパラパラ降ってるような感じで、でもう人もね、初め一緒に来た方はもう下山されてですね、もう僕一人だけで一回も今日すれ違ってないですね人と。まあ、そんなような今日山でした。土曜日のかかわらずちょっとこれはねもう不気味すぎて嫌でした今日本当に正直。はい、まあ、ちょっと皆さんよかった、これね参考にしてできればね天気がいい時に行かれた方が僕はおすすめします。はい、皆さんよかったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。山伏でした。Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Put somebody in my life that can make it for. I've been lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Put somebody in my life that can make it for. That one's just me, Tom Strong.